まずはじめに卵液を作っていきましょう卵は一つずつ割ってくださいそして軽くほぐしますボウルの中にはマヨネーズ、砂糖、塩が入っていますここでよーくマヨネーズと卵を合わせます牛乳、白だしを加えていきます ここで今日のポイントです泡立ててしまうと食感が悪くなるので8の字を書くように混ぜていきますできれば30回から40回白身を切るように混ぜていってくださいよく混ぜたら耐熱皿に入れていきますラップをせずに600ワットでだいたい2分ほど加熱していきますこのように固まった部分と 柔らかい部分をよく混ぜてくださいまた同じ600ワットの電子レンジで2分ほど加熱していきますそれでは加熱が終わりました続いて食パンですからしマヨネーズを塗ってくださいそしてレタスに少しだけマヨネーズを塗って このようにパンの上に乗せていきますここに先ほどできた卵焼きをのせていきます同じように上からからしマヨネーズを塗ったパンでサンドしていきますそれではパンの耳をカットしていきますこのように切り分けて器に盛ってお召し上がりください ふんわりとした卵とレタスが相性の良いサンドイッチです。春らしい色合いのひと品をぜひお試しください。